皆さんこんにちは。カラフルスタイル白井和樹です。山田文雄です。山田さん、はい、決まってますね。ありがとうございます。山田さんのお仕事、開催指導員。はい、開催指導員をしています。前回の動画で、うん、開催指導員についてっていう告知したんですけど、ありましたね、はい、教えてもらいに来てもらって、この開催指導員室に、はい、今日はようこそ。あの、わざわざスーツまで着たり。いや、これがもう本当指導員のね、あの、はい、清掃というかね、これで、そうですね、あの、全国の指導員さんは、はい、ちょっとやっぱりあの開催指導員っていうのは、はい、何をやってるっていう仕事、みんな多分分かんないと思うんですけど、うん、そうですね、はい、施工者さんと JKA さん、うん、で僕ら走る選手、3つありますね。その3つを、はい、その中間役ですね。そう、中間役ですね。まあ、選手さんの間に入って、はい、あれ審判長とかね、はい、管理の人との間の真ん中に入って、はい、ちょっとね、あのうまく円滑に回るようなことをね、はい、すごいやってます。で、あの、はい、前県民選手がドドドと来るじゃないですか。そうなんですね。はい、で、僕らあの、うん、まあ、以前役員やってた時は、選手代表っていう形で選出されてたんですけど、はいはい、そうなんです。それを山田さんも決めてるんですよね。ね、僕が決めて、っていうよりも、はい、まずあの JK さんがね、はい、ある程度各地区の、はい、代表さんをこんな感じいいですかっていうのは僕のも来ます、はい、で来て僕見て、あ、 OK ですよっていう確認だけはするんで、はい、ある程度向こうが決めてくるんですが、うん、でももう代表さんになる人はもう、うん、あ、ちょっと役職がついた人とかね、そうですね、大体支部長さんだったり、はい、まあ、役員やってる人ですね。で今回、うん、まあ最近の会社だと最近ですね、はい。じゃあ、まあ、あの代表さんについてはですね、まあ、こんな形で、紙が出来上がってます。で、各地区ですね、近畿地区、中国、四国地区、九州、中部、地元で、まあ、ガールズね、班長さんって感じでなるんでしょうね。地元の選手がなるんですね。そうです、もう名前でこんな感じで、代表さんは決まって、あの、あとはこの本人たちにちょっと話をして、ね、代表さん、代表コンっていうのが、はい、あるんですよ。ありますかね。はい、みんなが集まる話があって、そこでいろんな話をさせてもらいます。その後に、はい、参加式が、そうです、参加式で、いろんな話を選手の皆さんに、あの開催での初注意ですね、そうですね、話があって、 それでその中の最後に、はい、僕が、この代表さんの名前を読み上げ、はい、読み上げて、で、まあ、最後にちょっと一言お願い事を僕からちょっとね、ここ最近だとね、ちょっと披露してもらいましょう。マジですか？はい、あのいつもやってるやつは、ね、あのちょっとこういうメモ書きね、一応で、ね、忘れないように常にね、あのメモ代表コンの挨拶、ね、メモ書きしてるんですが、あの ここ最近だとね、やっぱりあのコロナ対策というのが、あ、参加式が以前は機械室、はい、みんな総勢100人ぐらい集まったんですけど、はいはい、今集まらなくて、そう、一回放送でやるんですけど、あのやっぱりね、コロナに対しては僕も言わないといけないので、はい、コロナのことをこうやって言うんですよね、はい、あの、今回祭も、コロナ対策をしての開催です、選手の皆さんにはご不便をおかけしますが、ご協力をよろしくお願いしますとかね、こんな感じで、あの、いつも放送で聞いてますよ、はい、いうことがね、忘れないメモ的にねちょっとしてるんですけど、はい、これが代表全県民全館の、ね、はい、参加式で話すことですね、はい、はい、で開催日となると、はい、やっぱレースがあったりして、うん、はい、あのいろいろ選手もドタバタそうなんですよね、はい、あのやっぱりね、はい、やっぱ新選手さん失格とかね、はい、あの赤旗上がって審議になったりすると、やっぱり気持ちはね、分かるんでもないです、うん、あのやっぱ失格するとね、うん、あのもうレース走れなくなっちゃうし、はい、ちょっとすごい大変なんで、結構ね選手入ってきますよ。そうですね再現 VTR をやりますね。やってくれるんですか、はい、白井さんがその選手の僕もやりますし、はい、役を、で僕はまあ指導員をそのまま役でやればいいですか。はい、はい、VTR どうぞ。指導員、え、今の僕審議対象ですか。あ、ちょっと赤旗上がったね。ちょっと VTR 見せてもらえます。ちょっと待ってよ、はい、ちょっと行くよ、はい、これね、6番ね、これあのまだちょっと分かんないけどね、どうなるか。ちょっとここで、ちょっとね、あ、外に膨れて。いや、あれは、2番の内折りじゃないですか。ちょっとね、これまだね、分からないんでね。うん、見ても、うん、でも動いてるわな。いやー、どうかな。ちょっと、まあね、大丈夫
んとも言えん、わかんないな、ちょっとね。まあでもちょっと、ね、自転車壊れてるもんね、2番のね、うん、前輪がね。やばいですかね。ちょっと俺分からないよ、セーフかもしれんし、失格かもしれんしね、ちょっと分からない、もうちょっと審判長がね、もうじき多分電話かかってくるんで、まあそれでちょっとまあね、そこまで待ってくれるかな、それ、まあ、ちょっと微妙だね、微妙だね、これね、ドキドキするよね、いや、大丈夫だっつって、おっ、ちょっと出る。はい、あ、そっか、わかりました、了解です、ありがとう、ありがとうございます、はい、アウトでした。ちょっと失格なんで、まあちょっと動きが車体故障しちゃったし、っていう、ちょっとね、じゃあ、まあ、弁明書後で書きますね。そうですね、はい、また後でちょっと一回落ち着いて、はい、落ち着いたら弁明書を書きに来てもらって、ごめんね、はい、うんうん、お邪魔しました、はい、はい、今のね、選手が残念なことで失格になっちゃいましたんで、失格になりますと、一応ね、こういうちょっとね、弁明書っていうのがね、失格になった選手が書くんですよ。で、最後に、まあ、僕がね、開催指導員の所見を僕書いて提出するということで、来た選手に渡して書いてもらいます。VTR いいですか？あ、いいよ、どうぞ、入ってよ、入って、はい、入って、はい、どうぞ。失礼します。どうぞ。VTR 見せてもらいます。お母さんは、じゃあ、8レースですね。8レース。いや、なんだよ、お前さ。すいません、ちょっと、いいとこで出たんだよ、お前。ちゃんと出たんだからさ、ちょっと、もうちょい踏んどかんといかんかったですかね。足使わずに出ただろ。はい、ここで、4番の動きを見ながら、もう、あと合わせるだけなんだから。はい、ここ、無線、これ上がっちゃダメなんだ。これ3番が打ち来るの。もうひたすら内外線間を走って、はい、もう自分のペースでかける。ここはもう全開だ、全開。踏まなきゃダメだよ。もう出られちゃったらもうスッと引くんだよ。はい、もう全部中途半端がダメだから、はい、詰める勢いでいかなきゃダメなんだよね。もう一回見る？もう一回お願いします。もう一回ね、はい、何回見てもいいからね。はい、しっかりもう先輩に教えてもらってさ、はい、いろいろやっぱりまだね、分からんこといっぱいあるからさ、先輩にいっぱい聞いて。指導員、はい、豊橋風強いっすね。ごめん、これね、これはもう豊橋の風はさ、もう全国的に有名なもんね、この冬場の時期はね。強すぎ、これはもう風強かった。風強かったっすね。ごめん、これだけは俺もね、ちょっと謝るわ、本当に。ね、ちょっと風強いからね、ここね、もう、いやー、ここね、ここ合わせ合わせるでかんね、合わせんとね、ここはね、うん、もう一回合わせる見ようか、はい、はい、これね、ここちょっとね、踏むのが遅い、かけるのが踏んでないんだよね。そうそうそう、ちょっとね、これもう見とるからさ、もう4番もう踏んでかんって感じだよね。もうこの辺でいっちゃうって考えたかな。まだ踏んだよ、横来たぐらい、やっとここ踏んだよ。あ、ちょっと遅いね。そうですね、あれがちょっと合わせることできないからね。後ろの番手もさ、はい、かけてなきゃ仕事できないから。そうそう、もうかけててくれたらもう俺が後ろでもうバッチリやるからさ。じゃあラインも潰しちゃいますね、これじゃ。そうね、また今度頑張ろうな。はい、まあこれも経験だからさ。ありがとうございます。経験だから、またお願いします。また次頑張ろうね。ありがとうございました。ちょっとこのピーナッツ、あ、よかった、食べてやって。お菓子食べてやって。ちょっと糖分がエネルギー取るじゃないか。お菓子食べてやってよ。うまっ、うまい。チョコレートピーナッツ一番うめえや。ほんとか。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。どうぞ。ちょっと VTR パワーを。お願いします。
今の誘導のタイムちょっと教えてもらえますか。誘導タイム、はい、ちょっと待って、どうした。だいぶ早かったんですけどね。めちゃくちゃ早かったっすよ。遅い時いっぱいだったな、はい、そう、まあ風があるし、そうでも、はあ、なんかちょっと規定タイムより早いかなと思ったんで、そうですか。ちょっと、あ、じゃあちょっと、はい、あの審判長に、はい、あの聞いてみるんで、聞いてもらえたら、ちょっと待ってね、はい、ちょっと待ってね。あ、もしもし、指導員の山田ですけど、先ほどのレースで選手さんがちょっと誘導が早いんじゃないかっていう話でちょっと来てるんですけど、どうでした。うんうんうん、規定通り、うん、あ、わかりました。じゃあそれ伝えておきます。はいはい、今ちょっと失敗者に聞いたんだけど、一応規定通りの範囲内で引っ張ってる。いや、あれで規定通りだったよ。いや、あれはきついっすよ、ちょっと。いや、うちらの脚力ないんか。まあ、でもね、規定通りでね、まあちょっと、まあね、しょうがないんで、これは。そうですね、まあ、規定通りってのはしょうがないですね。練習ですね。練習だな、頑張ろうや。はい、頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね、またね。あれ言うのだよって、あれはいいよ。はい、どうした。面白かったですね。いやでも本当にいろんな選手がこの部屋に来て、はい、そうですね、いろんなことを喋って、そうなんですよ、相談したり、はい、悩み聞いたり、そうなんですよ、まあ、僕なんかでね、いいのかなと思いますけど、はい、一応ね、選手さんがね、気持ちよくね、はい、レースに ね、そうですね、参加してもらえるように、なんとなくね、そういう間に入って、はい、いろんなことをね、はい、やってるんですが、はい、まあ、これからもね、はい、選手さんね、どんどん、ね、来てほしいですね。そうですね。はい。まだこれを見た選手は。はい。また、動画見ましたよって言って、来てほしいですね、はい。はい。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。さよなら。